はい、どうもアーサーです。ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきます。ということで今回はですね、なんとポケモンとアイテムを増殖する爆技が発見されたということで、早速ですねそちらの方を今から皆様に紹介していきたいと思います。でまず準備するものがレベル100のメタモンですね。で通常特性のメタモンです。特性柔軟のレベル100のメタモンですねを用意しましょう。夢特性のメタモンだと増殖できません。とあと、増やしたいポケモン1匹、今回色違いのアルセウスをちょっと増やしていこうかなと思います。ちなみにこの色違いのアルセウスは自分でリセマラして手に入れたやつです。レジェンズアルセウスのやつですね。でまずやることがあって、技マシンの92、はい、こちら封印ですね。封印を増やしたいポケモンに覚えさせます。でこれ封印じゃなくても大丈夫です。PP0 の補助技でも大丈夫です。であと増やしたいアイテムを持たせて、で次に、技構成を変えます。で先ほど覚えさせた封印以外の技を全て忘れさせます。で PP0 の補助技の場合は、PP0 の補助技以外の技を全て忘れさせるといった感じですね。だから技が1個の状態であれば OK です。さあこれで準備完了ですね。で場所なんですけど、ブルーベリー学園のサバンナエリア、ここですね、のサバンナ休憩所2に向かいましょう。でその近くにですね、この太い木があります。ここでこの近くにドーブルが湧くので、ありました。で少し離れた場所にドーブルがいる場合は誘導しましょう。この木の近くに、ちょっとどうでもいいポケモンと遭遇してしまったんで、まず逃げて、で誘導してまた、で木の近くであればあるほどいいですこのバグ技は。ただちょっと今回木の近くにポケモンがいい、とりあえず一旦ここで遭遇します。で一連の流れを今から説明します。まずですねメタモンで変身します。ちょっと先手取られてますね。これ失敗ですね。なんでレベル100にしたかというと、あれです、先手を取るためです。相手のドーブルより先に、ただちょっと先手取れてなかったので、レベル100でドーブル相手に先手取れない場合は素早さの努力値を振って、これだけあればおそらく先手は取れているでしょう。でちょっと木の近くでやりたかったけど、いいや、一旦ここでやります。で変身で先手で変身して、で次に相手がスケッチで変身を使えるようになります。相手のドーブルが、はい、覚えましたね、変身を。で覚えたら次増やしたいポケモンを入れ替えます。で入れ替えると、はい、相手のドーブルが変身でその増やしたいポケモンに変身します。色違いのアルセウスに変身してくれました。で、次に傷薬かマンガン適当なアイテムを使用して一旦様子見します。でそうするとですね、相手が封印使ってくるので、これで、出す技がないで藁垣を使用します。で藁垣使用したら次、逃げます。逃げられなかった。
逃げて、逃げられませんね。はい、うまく逃げ切れました。で、逃げてこの木の近くに、色違いのアルセウスが湧くはずなんですけど、ちょっと木から離れて動物と戦ったので、失敗ですね、これは。もう一回ドーブル探します。言いました。でこのドーブルを木の真下に連れて行って、 できる限り木のほんとすぐ近くにドーブルと、はい、戦闘。これはちょっとどうかな。まあ一応やってみましょう。変身して、でスケッチで変身を覚えて、あ、やべ、ちょ、これミスりました。モンスターボール投げる必要なかったんだけど。で、まあ一連の流れは先ほどと同じなので、アルセウスに切り替えて、でこれで相手のポケモンもアルセウスに変身して、さあこれはどうだ、成功するか。あの今変身した時、あのちょっとなんか少しなんか移動しましたよね。そう、ああいう感じだと個人的に成功する確率がまあ高いのかなっていうふうに思います。はい、だからこのバグ技ね、あまり成功率が高くありませんので、そこで悪ガキして、さあどうなる。お、はい、そう、成功するとこんな感じになります。で、これ色違いのアルセウスと戦えるんですよ。まあだからあれですね、でかければでかいほどあの木にのめり込みやすくなって、まあバグ技成功しやすくなります、このバグ技は。で逆に小さいポケモンだとあの木にのめり込まなくなるので、まあ成功率が落ちますね。で、まあ好きなボールで捕まえられます、これ。まあ、とりあえずマスターボールで捕まえます。はい、アルセウス捕まえることができました。で、アイテムももちろん入手できます。マスターボール入りの色違いアルセウス、いや、すごいですね。これが、正規のアルセウスで、まあ、プレミアボール入りなんですけど、先ほどマスターボールで捕まえたのでマスターボール入りになってます。ボールの入れ替えができるというわけですね。ただこのアルセウスですね、はい、サバンナエリアで捕まえたことになってるんですよ。正規の色違いアルセウスは新大地方から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだっていう表示なんですけど、このバグ技で増やしたポケモンはもう全部サバンナエリアになってます。だからバグ技さんってすぐ分かりますね。で、あと GTS とかでもあのサバンナエリアの、まあ、アルセウスは存在しないので、もう交換とかも、まあ、出せないでしょうね、もちろん。まあなのでポケモンを増やすメリットはあんまりないですね、まあ、あんまりっていうかないね。うん、もう一目でバグ技さんって分かりますからね。もうバグ技で増やしたポケモンだから価値もクソもないっていうか、まあ、だから、まあ、今回レポート書かずに終わります。はい、まあ、ただアイテムの場合はもうバグ技で増やしたアイテムって区別つかないんですよね。だからまあアイテムを増やす目的でこのバグ技をやるのも、まあ、正直、まあ、あまりおすすめはできません。あのなぜかというと、今回このバグ技成功させるのにだいたい1時間くらいかかりました。あの非常に手間かかるんですよね、このバグ技。まずドーブルの出現率が低い。でドーブルが出現しても木の真下まで連れていかなきゃいけない。で真下まで連れていってもそのバグ技が成功するとは限らないというね、まあ、非常に手間がかかるので、
まああまりおすすめはしません。あとまあ所詮バグ技なので、まあソフトのデータとかね、いかれる可能性もありますので、まあ、やる場合は自己責任でお願いします。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。